関節のストレッチを紹介していきます。今回は縦に開く前後の開脚のストレッチをしていきます。足を前後に開いてぐーっと上から体重をかけていきます。この時につま先が寝ないようにしっかりつま先は天井に向けた状態で伸ばしていきます。で後ろの足なんですけども、これはつま先は寝た状態で大丈夫です。でもし痛い人がいれば膝をついた状態でまずは前の足からしっかり伸ばしていくってところから始めてください。腰が丸くならないように胸を張ってしっかり伸ばしていきましょう。で後ろの膝が痛くなったりするのでマットとかあると大丈夫かと思います。この状態でできる範囲から少しずつ伸ばしていきましょう。ぜひやってみてください。